カースーパーアリーナは非常に緊張したムードが漂っております。ただいまより本日のメインイベント、 WBA 世界ライト級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー135ポンド横浜体重所属24勝19 KO 1敗再引き分けWBA ライトウェイトチャンピオンナンバーワン畠山8戦24勝1敗3分け19のナックアウト勝ち、ナックアウト率は 67.9%、 今晩のウェイトが 61.2kg、 畠山貴教です。フランス48勝35kg 2敗2引き分け WBA ライトウェイトランキングナンバーワンジュリアン・ローシー。今晩のウェイトが 60.8kg、52戦48勝2敗2分け 35KO 67.3% がウォルシーのナックアウト率です。リーチが174センチ、身長は169センチ、畠山はリーチが177センチ、身長は173センチ。レフリーは今日28回目の世界タイトルマッチのレフリング、パナマのフリオ・アルバダール。さあ光り輝くリングの中にチャンピオン挑戦者が飛び込んでいきます。まもなくゴングです。タイトルマッチ、ゴングともに季節して2万人を超す大観衆の中から大歓声が上がりました。銀色のトランクス、ブルーの側線がチャンピオンの畠山、ノーコン、黒に近いようなトランクスがフランスの WBA 世界ライト級第1位のジュリアン・ロルシーです。右側にロルシー、左側が畠山です。注目の第1ラウンドの滑り出しです。左のジャブを小さく1回2回ついております。チャンピオンの畠山、両者ともオーソドックススタイル、ライトアッパーは空を切りました。チャレンジャーのジュリアン・ロルシー、左のストレート1回2回、これが得意です。これがこの人の得意マッチ。畠山1台右のストレート、オーバーハンド気味の右のストレートを畠山が立ちました。その後はチャレンジャーが左のストレートを鋭くついています。ワンツー、いいパンチです。森塚さん、はい、このストレートはなかなかスピードありますね。そうですね、踏み込みがいいですよね。あの左の膝とともにあの左が飛んでくるんで思った以上に伸びると思います。はい、はい、左がアッパーカット、トリプル、チャレンジャーのジュリアン・ロルシー、右フック、両者がリングの中央に戻ります。左のストレートの打ち合い、チャンピオンが一発、チャレンジャーが二発です。左がよく伸びます。この左をもらっちゃダメですよ。そうですね、はい、まるでジャブなんですがストレートのようによく投げてきます。畠山が左のストレートを2回ついた後は右のフックが空振りです。その後はチャレンジャーのレフトのアッパー、レフトのフックをチャレンジャーが打ちました。軽くこれはかわしています。チャンピオンの畠山を打っていきます。ロープを背にしました。ライトアッパー、チャレンジャー、さらば左ストレート2発、素晴らしいパンチです。スピードがあります。チャンピオンライトアッパーからその後右のフック軽かった。もう一回がチャレンジャー、ああ、ミルストレート、チャンピオンのミルストレートでロッキーちょっと詰まりました。ジュリアン・ロルシーです。いい立ち上がりです。竹山さん、両者の動きはなかなかいいですね。そうですね、ちょっと竹山君がちょっと焦ってる感じがするんですけど、左のストレートを3発つきました。チャレンジャーのジュリアン・ロルシー、畠山の陣営、ミルストレート、チャンピオンのミルストレートが左のアッパーカット、今回決まりました。チャレンジャーのジュリアン・ロルシー、両方選手らはライトアッパーを組もうというところです。ジュリアン・ロルシー、さらば左のシマブル、トリプル、右のフックを持っていった。すごい打ち合いです。あの坂本博之戦を回せるような素晴らしい打ち合いが第1ラウンドから展開されています。埼玉スーパーアリーナの会場です。ミドルストレート、チャンピオンがミドルストレートを放ちました。第1ラウンド2分29秒を今経過しました。左のストレートをついていきました。チャンピオンの畠山です。ライトアッパーは空を切りました。赤コーナーにチャレンジャーを追い詰めたんですが、ステップを切ってきれいに体を入れ替えました。チャレンジャーのジュリアン・ロルシー、左のストレートを1回2回ついてます。ミドルストレート、チャレンジャーの右のストレート、鬼塚さんがおっしゃるのはこの踏み込みのいいストレートですね。そうですね、あのバランスをいつも保ってあのパンチ打ってくるんで、はい、あ、予想以上に圧力かかると思います。まもなく第1ラウンドが終わります。いい内
1975年7月28日青森に生まれまして今年25歳の横浜光ジム畠山貴則です。右ストレートと右の3種類のアッパーカットが今回の得意のパンチだと私は思います。ボクサーファイター畠山貴則です。一方こちらはファイターボクサーと言ったらいいでしょう。左右のストレートアッパーカットを得意とするチャレンジャーのジュリアン・ルーシーです。チャンピオンが追っていきます。竹原さん、はい、第1ラウンドの印象はいかがでした？そうですね、ロルシーの左がちょっと邪魔でやりにくいですね。でもチャンピオンはいい右を当ててましたね。そうですね、何発か当たっていますね、はい、相変わらず左のストレートはよく伸びます。ただロルシーは気を抜けないですね。そうですね、竹原さんが注目していたのは1ラウンドなんですけども、はい、1ラウンドからオープニングヒット2人とバシバシいいパンチ当たってましたね。はい、もう竹山君チャンピオン本人はもう分かってますよ。あ、これはもう勝てるか負けるか。畠山選手のパンチは多彩ですよ。よくスナップの効いた風パンチを打ってるんで、はい、ボディーブローとかもっと入れていけば効果的になると思うんですけど。そうですか、はい、そのボディーブローの再建が非常に良くなりました。チャンピオンの畠山貴則です。離れ際左のフックをダブルで持っていきました。ロルシーはボディーブロー、ロルシーはカムなんでボディーブローが、ね、大事ですね。そうですね、はい、右ロック、チャンピオンが右ロック、北のセンター挑戦者のジュリアン・ロシーです。ライトアップは2回クラウドワン・ツー、コンビネーションが非常に挑戦者のジュリアン・ロシー。畠山も今日はなかなか1ラウンドから出来のいいパンチを繰り出しています。レフリーがパナマのアルバラードさんです。フィンランドと南アフリカとアメリカ3人のジャッジが採点をします。左のストレートを2回突いています。左のストレートを2発打ちました。畠山が持っています。右のフックを2発3発と磨きました。チャンピオン畠山、ライトアッパーの試合、ライトアッパーの試合でした。離れ際左のフックを持っていきます。チャンピオンの畠山の左の精度は相変わらずよく出てきます。チャレンジャーのジュリアン・ロシー、畠山は左のストレートをボディに持っていった。左ロック、挑戦者が離れ際左ロックを打ちました。しかし今日またチャンピオンがロープを相手に背負わせています。チャンピオンが追っていきます。内を乗せような右のストレートです。ホーンという激しい声がフランスサイドから湧き上がりました。セコンドに注意をアルバラード主審が行いました。両陣営がかなり興奮しています。リングの中央、画面右側がチャンピオン、向こう側がフランスのチャレンジャーのジュリアン・ロシー。そのロシーが右側に回りました。ナイスチャン、スナップの時がいいジャブが出てきましたね。もっともっと入れていけば効果的になってます。はい、はい、右のボディーブローが挑戦者。畠山は次は何を持っていくんでしょうか。左のストレートは挑戦者、畠山も左のストレートでこれに応えます。あと10秒、第2ラウンド、畠山が持っていきます。コーナーを背にしました。チャレンジャー畠山、ゲストは TOKIO の国分太一さんです、はい、国分さん、はい、リングサイド一番間近、素晴らしい席でご覧になっていていかがですか。はい、僕は応援してるだけなんですけども、一番緊張してると思います、この中で。あ、そうですか、はい、鬼塚さん、はい、ボディーブローが大変、あなたがおっしゃるように、はい、よく入ってましたね。いい角度で入ってますね。いや、やっぱ攻撃が高いですよ。やっぱ負けんが強いですね。度胸ありますね。ね、はい、もうやっぱり向き合ったら怖いと思うんですけど、もうどんどん踏み込んでいってるんで、はい、いい展開に来てると思います。畠山は言います。僕はチャンピオンだから足を使ってヒットアンドレーしてもいいんだけども、それじゃあお客様を喜ばせることはできない。僕は出ていきます。その言葉通りに勇敢に畠山が追っていきます。竹原さん、はい、今日も挑戦者が常にロープを背負ってますね。はい、そうですね、チャンピオンがいいプレッシャーかけて、いい攻撃でいいと思いますよ。そうですね、はい、あなたが先ほど第1ラウンドでも畠山は分かっていると思いますよというのを、もう少し詳しく説明していただきますと、はい、グローブを1ラウンド、交えた時にもう分かるんですよ。ただ気を抜いちゃダメですね。畠山攻めていきます。畠山の左の目の中ちょっと切れました。右のフック、挑戦者の同士、畠山の左右のフック、顔面に当てます。ライトアッパー、ナイスアッパーですね。ライトアッパーが畠山決まりました。また両方を背にしております。チャレンジャーの主、ライトアッパーをダイブした。右のフック、危ない、畠
ました。強烈なパンチでした。畠山左のダブルライトアッパー、畠山の左のダブルを持っていったのはライトアッパーです。2万人を超す大観衆が入って冷房が効いているこのアリーナですが大変熱くなっています。石川さん、はい、畠山2ラウンドが終わった後左のまぶたの上の止血作業を行いました。左のまぶたの上をごく浅くではありますがカットしています、はい、それからその先には左ジャブから右エブリエンダーのトレーナーはもうちょっと離れた方がいいという判断をしています。赤コーナーからのリポートでした。石川さん、対しまして青コーナーサイドですけれども、とにかく相手のパンチが消えすぎるとそういう話もしていまして、はい、ボリュームを畠山無料ライトアッパー、ライトアッパー上がってきた、畠山の攻勢、ちょっと手が止まった、ジュリアン・ドルシー手が止まったとシュートも、ここでまたジュリアン・ドルシーが攻勢に出ていこうというのボディームロー、ダブル持っていきました。ボディーにロングスコイントスライダー完璧、畠山ちょっとバランス崩した、ロムシーが強い、なかなか強い挑戦者、すごい打ち合いになっています。畠山はこれで追っていくバルです。ジャイブンが追っていきます。第3ラウンド2分26秒を経過しています。今日もまたものすごい試合になりました。これが畠山の試合です。お客様を全く飽きさせません。日本人を後半の向きに持っていきます。畠山背負い、赤コーナーに迫りました。ジュリアン・ドルシーが赤コーナーに迫りました。畠山攻勢、畠山攻めていくところタイムを入れ替えようとするんですけれども、第3ラウンド残り時間があと5秒ほど、挑戦者の右のストレート、その後はボディーブロー、バランスがあったところでこのラウンドが終了しました。TOKIO の長瀬さん、すさまじい試合が序盤から続いてますね。そうですね、予想通りすごい激しい打ち合いになってますね。畠山さんもどんどん自分から前に行ってるんで。そうなんです、これが畠山の真骨頂ですね。WBA 世界ライト級タイトルマッチ、もちろん実況生中継でお送りしております。試合は第4ラウンド、打って打って動くというのは赤コーナーチャンピオンサイトです。畠山選手、ポイント取り方も上手いですよ。前半いいパンチもらったのを絶対勝つ30には打ち返して、すごいいい2回のいい戦い方してますよ。そうですか、はい、森塚さんの採点では現在のところどちらが優勢ですか。それ難しいラウンド多いんですけど、ラスト30に必ずいい攻撃仕掛けてるんで、なるほど、はい、2倍が本当にいい持っていき方をしてると思います。ラスト30秒でプレッシャーをかけている、はい、これがいい、ワン・ツー、ロルシーのワン・ツーです。チャンピオンの方が常に押しますからね。そうですね、はい、ただロルシーはコーナーに下がっても狙ってるんですよ。だから気をつけたわけですよ、はい、カウンターをコーナーに下がっても狙っているという高山さん、2人とすると2回ロンシーの左のスルート2発目、2発目を打ったチャンピオンが顔を大きく歪めました。左のスルートを2回です。お見事なおっしゃる左のスルートは相変わらずよく伸びてますね。伸びますね、はい、下半身にブレがないですよ、はい、ロープに詰まってても小っちゃい右アッパーとか左フックとか確実に決める体勢にはいますよね。ですからフロアバウンスして121cm、ダウンが1回だけというのに裏向けます。ロープは相変わらず選手といいますが、竹原さんおっしゃるようにカウンターを打つのが非常に良い左のストレート、チャンピオンの左のストレートがかなりヒットしました。ジャスプラザーライトアッパー、いい攻撃を見せています。チャンピオンの畠山、左のストレート、挑戦者の素晴らしいストレートを繰り出しました。これが怖いんです、このコンビネーションブローが大変怖い、チャレンジャーのジュリアン・ドルシー、しかし終始チャンピオンが押しています。またコーナーに詰まります。チャレンジャーのジュリアン・ドルシー、畠山を攻める、畠山を攻めていきます。ブロックの上からではありますが、畠山が遠い攻勢狙ってますよ。ロルシーはカウンターを狙っている、ロムシーがカウンターを狙っているという竹原さんの言葉通り、ロープを処理しても非常に強いパンチを出してまいります。挑戦者のフランスの世界ライト級の第1位のジュリアン・ドルシーです。畠山の目の出血は止まっています。左のスルートをついていきます。チャンピオンの畠山、ニュータルコーナーを背にして、まるでこれが罠を仕掛けるようにうまくライトのアッパーカットを打ちました。チャレンジャーのジュリアン・ドルシー、
です。右のストレートです。ジュリアン・ロウシー、チャンピオンが左のシュートを打った。それはまだいかつのチャンピオンが食った。このあたりのコンビネーションプロはなかなかいい。さあ今度はチャンピオンの構成です。2分50秒を経過しまして、まもなく第4ラウンドが終了しようというところ。チャンピオンが右のスクー、畠山の右を使い使えた。畠山の右、第4ラウンドがありました。このラウンドをまた終了を間際に畠山がプレッシャーをかけました。畠山さん、はい、このパンチいかがですか？そうですね、あの伸びてくるんで、あのちょっとあの不気味ですね。体ごともう突っ込んでくるんで。で、鬼塚さんがおっしゃるように、はい、終了間際にかつて西条正蔵さんがそうだったように、はい、うまくポイントを稼ごうとしてますね。そうですね、前半中盤とあのいいパンチももらってるんですけど、それをあの後半にちゃんと直結にしますよね。そうですね、はい、ここら辺畠山の一戦ごとに上手くなっていることを証明します。ワンツー、チャンピオンがワンツー落ちました。中盤の第5ラウンドです。アワオセコンドは下の方で控えていなさいというレフェリーのアルバラードさんです。偉大のストレートを鋭く出しております。チャレンジャー、チャンピオンがちょっとバランスを崩しました。ボディーブロー、挑戦者のロムシーです。畠山はこのラウンドはいろんなところを出しています。畠山攻めていきます。左のストレート、チャンピオンの左のストレート、ライトアッパーはチャレンジャーです。このラウンド、ここまでは挑戦者の方が多かったんですが、畠山の見事なライトアッパーが相手のボディにめり込みました。左をダブルで持っていきました。ロングフック、挑戦者のフランスのロルシー。その後はオーバーハンド気味のミドロングフック、ワン・ツー・スリー・フォー。ライトアッパーの最後の4打目。畠山さん、はい、ここら辺のロルシーのコンビネーションいかがですか？いや、いいですね、非常にいいですよ。ただ畠山君はガードして突っ立ったままじゃダメですね。ナイスボディ、ナイスボディというのは鬼塚克也さんの声です。畠山今日はボディーブローもなかなか多彩です。畠山ライトアッパーを切りそうになりました。これはダッキーで返しています。リングの中央に両者が戻りました。石川さん、チャンピオンサイズです。その左ボディは赤コーナーのレディエランドストレーナーからしつこく指示が出されています。右肩を入れて左ボディをめり込ませるというシーンです。赤コーナー、ドイアランサーのリポートでした。石川さん、青コーナーサイズです。こちらの方は畠山のリズムには乗るなと、自分のペースになると、このラウンドはちょっと休んで構えてと言っています。畠山のコンビネーションボールが入りました。畠山の構成、このラウンドは中盤から畠山のペースになりました。体を入れ替えまして、ここでクリンチ、珍しくクリンチです。この試合初めてのクリンチでブレークが命じられました。これまではクリンチの全くないクリーンファイトでした。出したボディーブローは全部いい角度で、いいところに入ってるんで、もっともっと効果的に使えばいいと思いますけど、はい、畠山の左の目からまた出血が始まりました。レフトのアッパーカットを打ちます。チャンピオン、それはライトアッパー。第5ラウンド、もう50秒を切ろうというところです。畠山攻めていきます。ナイスボディですね。はい、畠山のボディーブローは今日はなかなかいい。左のストレート1回2回、ロルシーの左のストレートです。ロムシーの顔面、左半面が真っ赤になりました。ライトアッパーはロムシー、ジュリアン・ロムシーのボディブロー。ああ、ライトアッパー、ライトアッパー、チャンピオンのライトアッパーでチャンピオンが低くなってきた。チャンピオン、ライトアッパー、素晴らしい角度で入りました。ライトアッパー、今回体左ニック、チャンピオンのボディが10のストレート、チャンピオンが右のストレートを放ちました。お互いを攻めていきます。青コーナーを背に飛び出すのはチャレンジャー。チャレンジャー左ミドルに向かってスクープしました。今度はチャレンジャーの構成、チャレンジャーが攻めていこうというところ、畠山が盛り返します。畠山がまた盛り返します。畠山ライトアッパー、フィーを切った。第5ラウンド終了。このラウンドまた凄まじいばかりの打ち合いが展開されております。国分大佐、はい、序盤から中盤に行こうというところなんですけれども、息もつかさぬ攻撃ですね、両者ともね。ですね、すごい攻撃だと思います。長谷さん、はい、世界タイトルラスターすごいでしょ。いや、もう今口開けて見てますね。これが畠山の世界タイトルラッチです。折り返し間近の中盤の第6ラウンド、左のストレートを2発チャレンジャージュリアン・ルーシーが打ちました。フランスからやってきた刺客挑戦者、かつての WBA 世界ライト級チャンピオンのジュリアン・ロウシーが今日の畠山の挑戦相手です。WBA から指名される指名試合です。はい、どうぞ。青コーナーサイド、左目、ジュリアン・ロウシー選手、ちょっと目が切れてるみたいですね。はい、畠山も左の目尻を切、ジュリアン・ロウシーも左の目尻を切ったという青コーナー、ニッターアナウンサーのリポートでした。
左のストレートを突いています。竹原さん、はい、畠山はロムシーはスタミナに何があるんじゃないかと言っておりますけども、どうでしょうか。そうですね、でそう思ってるとは思うんですけど、畠山君がボディを攻撃してるじゃないですか。そうですね、でもスタミナを奪ってくるんでいいと思いますよ。まだ今のところその兆しは見えませんか。そうですね、まだスタミナは全然落ちないですね。ジュリアン・ロムシーのボディーブローです。逆に今のボディーブローを盛らないようにしないと。そうですね、はい、さらに今ボディーブローを打っています挑戦者のジュリアン・ロムシー。畠山で返り血を浴びて、ジュリアン・ロムシーの白い背中、赤い筋が一本さあと出ておりましたが、今のもみ合いでその赤い筋は消えています。ジュリアン・ロムシーの白い背中、汗がかなりにじんでいます。畠山が打っていきます。終始畠山が相手をロープに追いつめます。左のストレート、畠山ワイタッパー。畠山が体を持っていきました。ニュートラルコーナーに詰まりました。挑戦者のジュリアン・ロムシー、銀色のトランクスがチャンピオンの畠山、3度目の防衛戦。チャレンジャーはかつての WBA 世界ライト級チャンピオン、ジュリアン・ロムシーです。両者ここでちょっと相手の出方を見ているというところです。中盤の第6ラウンド、1分56秒を経過しようというところです。石川さん、はい、チャンピオンサイドです。ルディ・エルナンデストレーナーはこれまで英語で指示を飛ばしていたんですが、右左右と今の中間蹴りになるところからはその日本語で指示を飛ばしています。ミドルレインでは右左右コンビネーションスロー、畠山、はい、素晴らしいパンチが当たっています。ジュリアン・ロムシーちょっと手数が止まりました。その後ロムシーはどのように挽回していくんでしょうか。畠山がリングの中央に相手を誘います。左のガードを下げました畠山、何を狙っているのか。右のウングフがブロックしました畠山、グローブでブロックをしています。畠山がまたプレッシャーをかけようというところ、右のロングフがブロックしています。よくディフェンスしています畠山、防御も誠に素晴らしい畠山です。第6ラウンド、まもなく20秒を切ろうというところ、さあこの辺りから畠山の攻撃が始まるというところですが、ロングフックが挑戦者、ロングフックが挑戦者、その中で1つストレートを1回以外についています。畠山が青コーナーに挑戦者を攻めました。ライトアッパー、ナイスボディ、ナイスボディーブローが入ります。最後ック、畠山攻める、畠山攻めていこうというところ、わー右のボディーブロー空を切ります挑戦者。ここで第6ラウンドが終わっています。WBA ライト級の王座は畠山が獲得する直前の2年間に4人もチャンピオンが入れ替わる実力者揃いのクラスとして知られております。そしてその4人の中の1人が今日の相手のジュリアン・ロムシーです。森岡さん、はい、やはり手ごわかったですねジュリアン・ロムシーね。そうですね、パンチがちっちゃいですね、的確に当ててきますねやはり、はい、ただもう畠山選手やっぱパンチが多彩で柔軟性ありますよ、はい、この相手とやっぱりちょっと負けてないですからね。はい、試合は中盤に入ります。そしてもう折り返し点が過ぎました。ジュリアン・ロムシーのグローブのバンデージ、絆創膏がちょっと溶けそうになりまして、今それをレフリーが巻き直させております。もちろんロスタイムです。一方畠山の方もエブランデストレーナーがグローブを巻き直しております。さあ戦闘再開です。ニュートラルコーナーを指示しました。そして畠山が中央に、さあ先頭再開、先頭再開の後のオープニングヒットはどちらが打つんでしょうか。ライトアッパー、挑戦者ライトアッパー、そしてボディに持っていきました。畠山がまず打たせて何を狙っているか、右のストレートは空を切りました。ディフェンスもなかなかいい挑戦者のジュリアン・ブルーシー。さて竹原さん、はい、竹原さんの採点の上ではここまでどこら辺になりますか。そうですね、チャンピオンの方が少しリードしますね。チャンピオン畠山がばっかりリード、はい、はい、左のストレートを小さくついています。鬼塚さんがおっしゃるように、あの終盤のね、はい、畠山の各ラウンドの猛攻がなければ、はい、本当に怖いですねこの挑戦者はね、はい、難しいラウンドが多いです ね。ただもう本当にあの終盤絶対に仕掛けて攻勢するんで、はい、いい戦い方してますよ畠山選手。12ラウンドを前半と後半に分けるならばもう後半に入っています。 WBA 世界ライト級タイトルマッチ、右のロングフック、右のストレート、チャンピオンが攻めていきます。右のストレートからチャンピオンが攻勢をかけました。しかし離れ際、したたか右のストレートを相手の顔面にヒットされたら挑戦者畠山攻める、またコーナーを背負っております。挑戦者のジュリアン・ロムシー、ブロックの上、
畠山がどんどん攻めていきます。クリンチの最終ですが、畠山が左のショートキックを相手の左のチンに当てました。ロブス選手はブロッキングがやっぱ上手いんで、上手いですね。ボディーブローをもっと効果的に使えば散らしていった方がいいと思います。顔面のボディー、顔面の攻撃はなかなか上手いですもんね。はい、ただ左ボディー出せば全部いいところに入っているんで、もっともっと入れていけばもっとスタミナも消耗していくと思うんですけど、はい、このギリアストレートをいきなり引き出しました。挑戦者のギリアンドーシーです。畠山が終始追っかけていきます。ブロックの上、畠山は反撃を出します。離れ際は左を1回に返ってきました。挑戦者のジュリアン・ルーシー、体が入れ替わりまして、画面背中がジュリアン・ルーシー、この距離を大事にした方がいいと思いますよ。はい、ちょっと棒立ちになるシーンがあるんで、常に頭を振った方がいいと思いますからね。チャンピオンを時計の軸のようにして左のバックを出した。挑戦者が変わった。畠山の右の突き当たりました。ナイスアウト。ボディーブロー、ボディーブロー、畠山高生。しかし打たれた後は必ず盛り返してまいりますのが今日の指名試合、挑戦者の WHE のジュリアン・ドルシー。2人する2回が高い回、さあダブルストレート、このコンビネーションが素晴らしい。畠山はライタンパーで追いかけてきます。もう1回ライタンパーを打ちました。さあダブルのショートフック、畠山の攻め、ライタンパー、ライタンパー、もう1回。第7ラウンドが終わりました。左側のジュリアン・ロドシーは2ヶ月に一度の終わりで試合をしております。2ヶ月に一度は試合をしないと勘が鈍る。試合をして課題を見つけ、練習でそれを修正するのが彼の趣味です。右側はチャンピオンの畠山。畠山の出来もなかなか素晴らしいし、ジュリアン・ロドシーもいいですね。あんまやっぱいいですね、元チャンピオンだけのことありますね。ねえ、予想に高まる素晴らしい試合になっています。状態を低くされて畠山が追っていきます。畠山さん、はい、チャンピオンの畠山がまるで挑戦者のように、ディック戦と同じように、はい、終始追いかけていきますね。はい、いいと思いますよ僕は。はい、でロルシーさっきのラウンドぐらいからなんか少しスピードが落ちたように見えるんですけど、やはりその心配されていたスピードということが落ちてきましたか。はい、でもまだ気が抜けないですよ。はい、左のストレート、右のショートフック、しかし畠山がコーナーに詰めた。ニュータルのコーナーに畠山が詰めました。ボディーブロー、ナイスボディ、畠山を攻めていきます。頭をつけての激しい打ち合い、ボディーブローの打ち合いです。ボディーブロー、すごい畠山、3発のストレートを食いましたが、今の試合を塚さん、どちらに分がありましたか。畠山選手構成かけてますけど、ブロックしながらもやっぱり打たれながらもちゃんと打てる状況にいますよね、ロルジ選手も。そうですね、やっぱりちゃんともらったらちゃんと打ち返してますよね。そうですね、上手いですね。そうですね、一瞬でもやっぱ気が抜けないですね。これという鬼塚克也さんの解説、今の打ち合いにしましても打たスタートは必ず打ち返していますが、今日の挑戦者です。右のストレート、いきなりチャンピオンが右のストレートを放しました。ロルシーはかなり効いてますよ今。あ、そうですか、はい、右のストレートはチャンピオンが効いました。ロルシーの右のストレート、1回1回3回と左のストレートをついています。ロルシーのスタミナがちょっと心配になったという竹原さんですが、顔の方もいくらか苦しくなりました。挑戦者のジュリアン・ロルシー。石川さん、青コーナーサイドです。はい、やっぱり終盤はね、ちょっと回復するようにと、あんまり攻めないでもいいとダニエルトレーナーから出てますね、指示が。やはりスタミナがちょっと心配があるんでしょうね。ああ、自分からクリンチに行きましたジュリアン・ロルシー。竹原さんおっしゃるように、確かにスタミナにちょっと危ないなという感じが出始めましたね。さっきボディ打った後に少し変な顔したんですよ、苦しそうな顔を。なるほど、はい、それはフランスでの練習の時にもジュリアン・ロルシーは確かにありました。畠山攻めていきます。ボディブロー、もう一回持っていった。右のストレートを畠山いきます。ライタッパー、畠山もライタッパーを打ちます。ミロック、畠山のミロック、いいパンチが入っています。チャンピオンの畠山、ここで攻めた方がいいですね。畠山ここでなんとか攻めたい、はい、なんとかここでポイントを取りたい。左のストレートを1回が高いとチャレンジャーが突き出した。畠山ライタッパー、畠山右のストレート、ミロック、ミロック、サイドスク、畠山ライタ、畠山ライタ、畠山ライタしています。場内大声援、ちょっと手紙が止まったチャレンジャーのジュリアン・ローシー。暴れ際ジュリアン・ローシーが今度は攻勢に転じようというところ、畠山のスタミナを切るとか、
畠山君が不正に回り出したところでこのラウンドが終わりました。しかしこのラウンドまた凄まじいばかりの打ち合いが展開されました。竹原さん、序盤から切れた左の目をちょっと心配したんですけれども、はい、やっぱりプロのカットマンは見事なもんですね、ちゃんと止めますね、はい、そうですね、それに畠山があのライト級に変わってあの晴れとか全然大丈夫になりましたね。どうやか si tú no sales cuando toca los te voy a quitar punto cuando suena tiene que salir スペイン語で10セコンドのルディ・エルナンデストレーダーとレフリーのアルバラードさんが何かやり合いました。右のスレッド挑戦者、試合は第9ラウンドです。石川さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイド、そのルディ・エルナンデストレーナーからは先ほどから再三テカって負けている、倒さなければいけない、お前も俺も勝つのが好きなんだろう、だったらもっと手数を増やすことという指示が出ています。負けているとルディトレーナーが言ってますか。畠山攻めていきます。となりますとここら辺から畠山が攻勢をかけてくるはずです。石川さん、対しましてチャレンジャーサイドはですね、ダニエルトレーナー、ラウンドは全部お前のものだとそう話してまして、ただですね、やはり終盤の体力の方の消耗を考えまして、このラウンドは体力を回復させろと、そういうふうに指示が飛びます。はい、挑戦者の最後は久々にちょっと問題があります。畠山攻める、畠山攻める、スピードがちょっとなくなった、ジュリアン・ルーシースピードがなくなりました。畠山攻めていこうというところ、畠山攻勢です。ちょっとこの2ラウンド前あたりからスピードがなくなっているのが出始めました。挑戦者のジュリアン・ルーシー、右のストレート、戦うチャンピオンの顔面を捉えてないと突き倒れた。畠山リードつく、レッドアッパー、レッドアッパー、畠山攻めていきます。ボディーブロー打たれっぱなしになりました。ジュリアン・ルーシー、畠山攻めていきます。ガードを固めてはいるんですが、ボディーブローはだいぶ入りました。さあ今度はジュリアン・ルーシーが攻める番です。終始畠山を時計の中心とするように左右に回っています。挑戦者のジュリアン・ルーシー、畠山一発を狙っているんでしょうか。手数がちょっと止まりました。石川さん、先ほどのパンチが当たったところからルディ・エルナンデストレーナー、今だ行けという指示が出ています。あ、そうですか、畠山攻めていこうというところです。左右のストレートは挑戦者畠山一発を狙っているというか、ボディーブロー、右のフック、内をするような首のショートフックが入りました。ホールドの注意は2回目です。畠山、畠山選手のボディブロー出せば当たるんですけど、もう出させないようにやっぱ体を打って、やっぱ上手いですよね。ボディブローやっぱり嫌がってこうブロッキングして打ちにくくしてますよ。そうですね、はい、ボディブローのブロックなかなか上手いという鬼塚勝也さんの解説です。挑戦者のジュリアン・ルーシー、第9ラウンド残り時間はあと26秒ほど。挑戦者の左右のストレートが入りました。畠山がこのラウンドの足を使っています。左の目切り、またちょっと鮮烈な人波を沈めました。ジュリアン・ルーシーです。フランス人の世界チャンピオンの平均年齢は34歳、僕はまだ29歳、まだ時間は十分あると言っています。多分今度の試合は激しい音がする試合になるんじゃなかろうか。ルーシーはいい、畠山はお互いに魂で戦う選手、間違いなく歴史に残る大試合になりますよと試合前に言っています。もう残されたラウンドは9分間、10、11、12、この3ラウンドだけです。畠山その後はボディーブロー、挑戦者は打たれた後は必ず打ち返します。鬼塚さん、今の畠山の攻勢は素晴らしかったですね。いいですね、いいですね。やっぱルーシー選手もやっぱ上手いですよ。急所をやっぱり外してまともにはもらってませんね。あ、そうですか。2人ともやっぱりパンチもらったように見えてもまともにはもらってません。あ、そうなんですか、はい、畠山ミュースト、ライトアッパーは空を切りました。挑戦者、このラウンドも畠山が持っていきます。左を1回2回3回と鋭く突き出しますのが挑戦者。畠山が左のストレートを2発出しまして、これに応えます。畠山ライトアッパー、畠山ライトアッパー
ライタッパーはちょっと左のストレートが使いブローになりまして入りませんでした。しかし畠山が今日もまた終始相手をコーナーにさらにはロープに追い詰めようというところです。ロブシはごまかしもうまいですね。チャンピオンからパンチをもらってもその後ごまかしが非常にうまいです。はい、左のストレートからいきなり入りましたチャンピオンの畠山貴教、1、2、3、4、4発パンチを出しました。左の目の上が切れていたらはっきり分かるようになりました。挑戦者のフランスの WBA 世界ライフ級第1位のジュリアン・ルーシー。ああ鬼塚さん、はい、珍しくジュリアン・ルーシーの方から抱きつきに行きましたね。そうですね、アウトボクシングに変えてきましたよね。そうですね、ファイターボクサーの方なんですけど、はい、もう中盤あたりからちょっとアウトボクシングするようになりましたよね。そうですね、はい、あここもまたジュリアン・ルーシーの方からクリンチに行きました。かなり疲れてますね。畠山はああ、2人のストレートを切りました。畠山も追っていこうというところ左のストレートを切りました。右のストレートです、挑戦者の右のストレート。さあ畠山今度は何度打ってくるか、外に突く畠山の左のロングスクがありました。畠山の右のロングスク、左のロングスクが右のショートスクが入りました。畠山の頭にまたスロープのバンテージがちょっと緩み始めています。畠山選手はこういうラフにならない方がいいですね。畠山の構成、畠山の構成です。背中を丸めてこのパンチを避けようという挑戦者のジュリアン・ルーシーです。第10ラウンド残り時間あと30秒、フライドストレートの試合です。両者の体がガクンと後ろに残りました。畠山がいきなりこのロングスク、今度は最後の服を下しています。畠山構成、畠山構成というところでこれまた挑戦者のジュリアン・ルーシーが抱きつきに行きましてフリンチです。しかし畠山さん、畠山入った、左のストレートを下長く言いましたが、まだピンチャーとジュリアン・ルーシーが右のストレートを放ったところで第10ラウンドが終了しました。ベルトを守ろうという汗、奪い取ろうという汗が飛び交って第10ラウンドが終了です。国分さん、それにしましても、はい、両者のスタミナにはびっくりしますね。もう本当に驚きますね。僕はこの場所にいて本当に幸せだと思ってます、ねえ。さあ永瀬さん、今 VTR をご覧になりながら、はい、この畠山さんの表情を見てどういう印象ですか。そうっすね、もうあのジュリアン・ルーシー選手を追い詰めた時の畠山さんはもう誰も止められないですね。本当ですね、素晴らしい。畠山のシャープでハードなパンチがコツコツと的確にダメージを刻み続けて第11ラウンド。いやこのラウンド来てまでね、畠山選手がねこの声だけ手数を多く出してやっぱりどんどん、ね、すごい練習やってますよ。そうですね、はい、もうすごいですやっぱり。順番で当たりました。チャンピオンの畠山貴教、左のストレートをついています。挑戦者のジュリアン・ルーシー、リングの中央です。背中が畠山、向こう側ジュリアン・ルーシー、入って入ってというのは赤コーナーからの声です。石川さん、そのチャンピオンサイド、やはりインターバルの間はもっと手がず、もっと手がずと、とにかく手を出すこと、相手は疲れている、こちらはパワーがまだ残っているんだから手を出さなければダメだという指示を出しています。ライト級に転向していいと思うことはいろいろあるけれども、回が進むごとにスタミナが湧いてくるような気がする。 2.3 キロの大きな壁があったんだけれども、ライト級に上げて本当に良かったと畠山は言います。畠山左のスイングが入りました。このラウンドまた常に主導権を握っているのは畠山です。第11ラウンド1分を経過しています。畠山ここが頑張りどころです。チャンピオン頑張るという体勢、場内は2万を超す大観衆が入っております。埼玉のスーパーアリーナです。畠山がまたこのラウンドのディフェンスと、畠山の右のストレートが入りました。右のストレートは的確でしたね。あ、いいですね。ただその後にちゃんとルーディス選手も打ち返しますよね。そうですね、はい、左のストレート、畠山が左のストレートをついています。浜辺はジュリアン・ルーシーが左のストレートをつきました。ライトアッパーは挑戦者、しかしこれはそれほど効いたパンチではありません。ルーシー選手もやっぱり感じがコンパクトですよ、はいはい、またグローブのバンテージが届けまして
ここで泣き直しています。竹山さん、はい、非常に珍しいことなんですが、それだけ激しい打ち合いがリング上続いていたことになりますね。そうですね、すごい打ち合いですよね。もうお互い多分気力と気力のぶつかり合いなんで、ま、その気力を負けないで最後まで頑張ってほしいですね。はい、畠山がまた主導権を取ろうということを追っていきます。畠山攻勢、畠山攻める、逃げたくるジュリアン・ドルシー。ジュリアン・ドルシーの方から抱きつきに行きます。これは珍しいことです。ジュリアン・ドルシーはかなりスタミナ消耗しています。畠山追いかけていきます。左のストレート1回2回3回4回つきました。ジュリアン・ドルシー柳が右のストレート、また畠山追っていきます。畠山ライトアッパー、鈍い音を立てまして畠山のライトアッパーが入りました。左のストレートは両者共に打ち合っています。畠山の背中から汗が光り始めています。かなり激しいような汗です。パンチが当たるたびに綺麗に汗が飛び散るのが分かります。ジャンベンが追っていきます。ニュートラルコーナー選手らワンツースリーフォーとストレートを繰り出していますのが挑戦者のジュリアン・ドルシー。畠山の攻勢、畠山を攻めていこうというところです。左のストレート1回2回3回とついた後は右のロングフック挑戦者。左のストレート1回2回と挑戦者がついています。残り時間このラウンド10秒、さあ第11ラウンド10秒を切りました。このラウンドだって畠山選手のがもう本当挑戦者みたいですよね。勝つために一生懸命手を出すような感じがしますよ。はい、第11ラウンドが終わりました。鬼塚さんがおっしゃるように終始この試合あのリック吉村戦と同じように畠山貴則が挑戦者のように攻めまくっているというのがやっぱりかなり私ども印象として強いんですよね。そうですね、あのロリス選手もいい仕上がりで来てますけど本当に勝ちたい意欲はもう本当畠山選手なんで、すごい、はい、ありますね。畠山さん、はい、前回もそうでしたけども、はい、チャンピオンがまるで挑戦者のように、はい、終始主導権を取ろうということで攻めまくりますね。主導権は取ってると思うんですけど、あのロルシュの下がりながらの攻撃をどう取られるかに判定はちょっとあれですね。あ、そうですか。難しいですよね。で、あなたが途中おっしゃったスタミナが切れかかったというのはその後どうでしょうか。そうですね、あの維持して頑張ってますね、ロルシュも。残りはあと1ラウンド3分間だけ。もちろん胸を持つ大観衆それを知っておりまして大声援。畠山がまるで競馬仕掛けの人形のように赤コーナーから飛び出してまいりまして挑戦者を迎え撃ちます。右のストレート、畠山が右のストレートをいきなり打ちました。この大声援はチャンピオンのナックアウトを期待する声でしょうか。あ、挑戦者の方から抱きつきに行っています。クリーンファイトでヨーロッパでの有名なジュリアン・ドルシーが抱きつきに行きました。畠山が言うように確かにジュリアン・ドルシーの方ではスタミナはなかった。畠山が攻めていきます。元気よく畠山が攻めていきます。右のストレート、畠山、畠山が右のストレートを打ちました。スタミナを使うバスくらい頑張ってほしいですね。はい、畠山右のストレート、挑戦者がバックステップを踏みながらワンコストレートを繰り出していますが下がりながらのタッチですからこれはあまり効きません。畠山がこのラウンドをまた追いかけていきます。常に逃げているのはジュリアン・ドルシー、ライトアッパー。ジュリアン・ドルシーのライトアッパー、右のストレート、左のストレート、畠山は的確なパンチを打とうということでじっくりと前向きしているか。この最終ラウンド右のストレート、さあ左のストレートにします。畠山効いてますよ。はい、効いているショートに自分の方から後半かなり抱きついていきます。左のストレート1回1回つきました。挑戦者ジュリアン・ドルシー、ジュリアン・ドルシーがちょっと刀を引いた。しかしジュリアン・ドルシーは右のストレートを放っています。畠山が追いかけていきます。左のストレート、畠山が左ストレートを打ちました。挑戦者のジュリアン・ドルシーは左ストレートを2回ついた後ライトアッパー、またクリンチです。またジュリアン・ドルシーがクリンチに行きました。右左のストレート、畠山がガッチリとそれを放しています。場内一席して畠山コールです。おお、ちょっと体が丸くなりました。ジュリアン・ドルシー、トリウドが効いた、トビーが効いた、トビーが効いた、畠山がバックアウトのチャンス。ボディが効いているんですがなかなか倒れません。ジュリアン・ドルシーがストレートを打ち返しているんですが序盤のようなスピードはありません。左の枠のボディに持っていきました。ジュリアン・ドルシー、畠山が攻める、畠山が攻めようというところです。期待とすれば畠山、ドルシー選手はごまかしは上手いですけどごまかすだけじゃ勝てないんでもっとあの勝つためには行かないといけないですよ、ドルシー選手も。そうですね、はい、残り時間とうとう30秒を
疲労というところです。下がりながらも右のストレートに対しました。畠山左のストレート、チャンピオンがこの段で持っていきます。右のストレートはまた引いてかわしています。挑戦者の宮古市、畠山の左ストレート、畠山の左のストレート、これは右のストレートは中央を切りました。畠山の右に行きます。畠山の右、畠山の右、青コーナーに止まりました。ジュリアン・ドルシー、今度はジュリアン・ドルシーの構成。もう残り時間5秒、4秒、3秒、2秒、まもなく試合が終わります。素晴らしい試合でした。終始第1ラウンドからチャンピオンも挑戦者も死闘を繰り広げました。600発をコツパンチを両者が打ち合いました。素晴らしい試合でした。これが世界タイトルマッチです。見事な試合でした。素晴らしい試合でした。いや、鬼塚さん、はい、勝敗の奇数はわずかに畠山優勢というような感じを全国のテレビの前の皆さんもお持ちになっているんじゃないかと思うんですが、はい、専門家が見ていかがですか。そうですね、もう展開的にはもう畠山選手有利に動いてきていると思いますけど、はいはい、あのポイントの取り方もうまかったし、はいはい、竹山さん、はい、わずかに畠山優勢でしょうね。そうですね、僕の採点では4ポイント畠山になってるんですよ。はい、はい、鬼塚さんの採点ですと何ポイントぐらい畠山がリードを奪っているんでしょうか。ちょっと夢中になってあのポイントまではつけてないんですけど、はいはい、途中からつけるとついつい試合につられて忘れてしまったという鬼塚さんほどの方でももう夢中になってしまうという試合でした。さあ、まあ、国分さんはいかがですか。はい、もうとってもいい試合で、もう間違いなく、ね、僕の中でも畠山さんが有利になっております。はい、しかし永瀬さん、はい、今日はあのガチンコの竹中君も1ラウンド KO、 素晴らしいデビューを飾ったし、はい、こんな素晴らしい試合を間近で見ることができました。そうですね、一度起きたことは二度あるって言いますからね、もうぜひここは畠山さんが勝利を取ってほしいなと。そうですね、祈りつつ。それにしても鬼塚さん、はい、チャンピオンも挑戦者も立派でしたね。そうです、もうこれはねポイント関係なくね、すごい試合でしたよ。そうですね、はい、もうすごかった。はい、はい、まもなく採点の発表があると思います。畠山とジュリアン・ドルシーがお互い肩を抱き合いました。素晴らしい試合でした。今日また畠山はプロの選手が終始攻めまくりました。ジャッジタバット118対118。アメリカのジャッジ、そして南アフリカのジャッジ、そしてフィンランドのジャッジ、3人ともジュリアン・ロルシーの新チャンピオンを告げています。畠山3度目の防衛戦、対する防衛失敗を終わりました。これは鬼塚さん、はい、説明していただきますとどういうことになりますか。やっぱルルシ選手の的確な、コンパクトなパンチを取ってたんですよね。なるほどね、パンチの正確性ということになりますけれども、竹原さん、はい、まあ、味方によりますけれどもね、はい、畠山もかなり的確なパンチを当てていたとは思うんですが、ルルシ の下がりながらのごまかし のパンチに、はい、やられたと思うんですけど。なるほどね、はい、ものすごく難しいラウンドが多かったですよ。そうですね、はい、どっちにもつけてもいいラウンドが多かったです。はい、畠山選手が今放送席の後ろを通って機械地に消えていこうというところなんですけれども、まあ、私たちどうしても日本人は畠山投手というふうに見てしまうわけなんですが、やはり世界の公平な目から見るとこういう結果になってしまったという方もこれは仕方がないことで、日本中のテレビの前の皆さんもおやおかしいなと思われる方も少なからずいらっしゃると思うんですけど、これはもうスポーツですから採点がこうなった以上は仕方がありません。鬼塚さんも途中でおっしゃってましたけれども、はい、
やっぱりジュリアン・ロシーというのはうまさは随分目立ちましたね。そうですね、老化の戦い方をしましたよね、切り替え、試合の中で切り替えもよくしてたし、はい、ただもう畠山選手もね、もう何も恥じることなく精一杯出したと思いますよ。そうですね、はい、もう12ラウンドまで来て本当にあそこまで1ラウンドから手出し続けてね、いい試合でしたよ、はい、さて国分太一さん、はい、残念な結果に私たち日本のファンからするとなったということになりますけれども、はい、素晴らしい新チャンピオンが返り咲きましたね。そうですね、でも本当にいい試合を見させてもらったなと、思いますね。